はい、6時です。私は起きますよ。起きよう。起きるぜ。走るぜ。です。しゃあ走ろう走ろう走るぜ。よっしゃしゃあ今日も最高パスな一日にします。しゃあ、そう、今聞き間違えた方いるかもしれないけど、よく聞いてくれ。今日も最高な一日じゃなくて、今日も最高パスな一日、全力投球頑張っていこう。今日はマスクはちょっと黒でね走ります。毎朝ね、最近本当毎朝朝起きたらランニング、それを始めてるんですけど、朝のランニングすることで変わったこと、まず気持ちがまずポジティブになる。家の中にずっといると、でネットフリックスとかあとは映画とか一日ずっと画面越しに画面を見るだけで一日過ごすと、本当にちょっとね思考がネガティブになります。でもやっぱ外の太陽を浴びて、ランニングしたり筋トレしたり行動とかね、やっぱり運動をするとめちゃくちゃポジティブになる。だからね、みんなちょっとネガティブになってきたりとか、やる気がなくなって自信がなくなってきたり、モチベ上がらない人は朝起きたらとりあえず筋トレとかランニングしてみてください。おすすめです。だから今日も俺は走るぜ。今日もいつもと同じ道、いつもと同じ道を、いつもと同じように、いつもと同じごとく走る。それが私のルーティンだよ。マイナスイオンを感じながらのランニングは最高だ。ここはまるで南国の島だ。アロハー。ここにも南国の木みたいのがあるよ。ランニング終了だ。さあ、お水を買ってきたよ。いいよ、ハス。ランニングの後はスプライトを飲むよ。今日もいいランだったよ。ランニングをして筋トレをする。よし、イソップのハンドソープはすごくいいよ。さて、最近ね、思うことがありまして、最近、そう、時間が有り余ってる人って多いと思うんですよね。今僕も仕事をお客様が入ってる時だけ行って、本当に必要ないところはもう自宅待機になるんですけど、時間がありすぎると意外とやりたいことができないっていうことに気づきまして、それよりも前まで忙しい毎日、結構時間がキチキチで空き時間が少ない時の方が、じゃあこの空いてる時間でこれをやろうとか、朝早く起きてこれをやろうとか、寝る前にこれをやろうっていう意思が湧くんですよね。それが今この時間が多くあることでだらけてしまう人って多いと思うんですよね。僕もそうだったんですけど、でも最近やっぱそれはダメだなと、怠けてんなって思って、だからもう空いてる時間が多くてもそこのタイムマネジメントをしっかりして、やっぱりもうね、忙しくしといた方がいいっすね。で、今こういう空いてる時間とかゆったりしている間にも努力している人ってめちゃくちゃいると思うんで、それが多分この先1年2年経った時にめちゃくちゃ大きな差になると思うんですよね。だから1分1秒無駄にしない、全力で頑張ろう。
髭を剃っていくぜ。激しい喜びはいらない。深い絶望もない。そんな平穏な日々を。シュー！ゴー！じゃあ筋トレ、筋トレをするぜ。鉄球の回転エネルギー、左半身失調、アブローでやります。膝を一応痛くならないようにこのヨガマットを折りたたんだやつで膝をカバーし、朝食を作っていく。ストレッチアセイクスだよ。さあ今日はパンを焼いていこうかな。パンちゃんとあとはこのキャンタマちゃんをね。おっと間違えた。キウイです。最近の日常ルーティーン、朝の時間の尺長すぎて。すでにもうこのぐらいで10分ぐらい経ってるっていう。いや、やっぱ最近ね、日常ルーティーン撮ってるんだけど、日常ルーティーンがやっぱり私の醍醐味だなぁとね、思いまして、もう毎日アップ撮っていこうと思ってね、もう毎日撮って毎日アップしたよ。日常ルーティーン。ってコメントあったけどね、たまに漏れますね。でもまあ大丈夫かな。シェイクはゆっくりしたスローク。ゆっくりとストローク舐めるように。振りからの激しく。よし、オッケー。バナナシェイク。やべ、腐ってるこのグレープフルーツ。くそ。はい、今日の朝食はこのフルーツと、じゃーん、アボカド目玉焼き。初めて作ってみました。美味しいかはわからないぜ。いただきまーす。さあ今日のファッションはこのような感じだ。最近買ったラングラーのスタプレ結構履いてるんですが、これにアンカーの T シャツに、今日も T シャツシャツスタイルで行かせていただこうと思う。トワロニエのストライプシャツ、こんな感じのシンプルコーデでございます。なんだこのプレシ、なんだこの、この戦争を終わらせに来たシャンクス。アンデコレーテッドマンのマスクをゲットしました。財布をポケットに、今日もいつものアクセサリーをつけていくよ。さあおされマスクで仕事です。今日聴いている曲は私が専門学生時代に聴いていた懐かしい曲、 UK ロックがすごい流行った時に聴いていた曲、レイザーライトでゴールデンタッチ。すごいアップテンポの陽気でね、いい曲なんで、ぜひみんな聴いてください。レッツゴー。渋谷は人が全然いません。キャプテンサンシャインの歌はめちゃくちゃ使えるんですよね。さあ終わってチャリで帰るよ。今日も楽しんでいきました。よいしょ。ただいま帰りました。よいしょ。さあ今日はね、何作ろうかな、飯を。今時間は7時14分。この働いた、いや
仕事後はやっぱりビールだね。ビール飲もうぜ。ビールを飲んでくらんでくよ。さてさて、今日はですね、今7時15分でしょ。こっからね、9時からちょっとね、後輩の子と電話オンラインチャットちょっとするので、その前にあと時間は8、9、2時間あります。30分で飯を作って、今日は簡単に飯を食って、あとの1時間半で動画編集します。で、9時から電話して、1時間30分、1時間ぐらいか、10時からちょっとね、勉強を1時間して、今のこのね、余ってる時間を無駄なく使う、そういったことでやっていきたいと思います。なので、今日も1日ね、まだまだあと後半戦、楽しんでいこう。よっしゃ、気合入るぜ、コクコかぶると。ご飯は、サラダうどん。サラうどんにサラダをかけてるだけの食べ物をいただきます。よし、いただきます。ひげをね、伸ばすか剃るかね、悩むね。ひげ伸ばそうかな。相手は死んだ、もういない。だけど俺は背中に、この胸に、一つになって生き続ける。穴を掘るなら天を突く、ボケそっても掘り抜けて、突き抜けたなら俺の勝ち。ダンサー、何を言ってやる。俺を誰だと思っている。俺はシモンだ。神の兄貴じゃない。俺は俺だ。穴掘りシモンだ。